みたい今。お疲れです。お疲れです。もう今ちょっとねポツリポツリと今ちょうど来始めたんですけど、はい、ちょっと雨養生ももう先撮っとるんだよね、はい。でこれ動画の途中にちょっと出てくるんですけど、これ携帯で撮ってるから、まあ、カメラが遅れたんで、はい、でそこだけちょっとあの携帯で画像がちょっと質が変わることあるかもしれないですけど、はい、まあ、その時にね、まあ、十分ティーアップしたと思うんで、もう調子、はい、だいぶ調子乗りな、頭、ね、温まった、すごい温まったよ。お前どんま温めたから私すごい温まった。とても温まってるよ。どうしてた？なんで笑わない？本当日本人これ。日本人？本当日本人？虫ネタで言ったのかなと思ったけど、虫ネタしたらあの確認作業が入りやすい。これでなんかできるんだね。そうです、吹き付けですね。万能ガンっていうんですけど。万能ガン。日本ペイントのペルアート。ペルアート。これを外壁にグワッと柄をつけるんだね。そうですね。多彩模様ですね。多彩模様。はい、あれコンプレッサーを使って、はい、本当は現場の近くに持っていくけど、うるさいんです。音拾っちゃうので、はい、こっち持ってってやるんですね。そうです、結構うるさいんです。じゃあ行ってみよう。はい。今日のキャラどういう時ですか？一回味しめたからまた中国語で。あれ結構反響よかったね。でもそうだね、こうね、もう全部これだから屋根全部これ伸ばしていくんでしょ。そうです、ね、雨入らないように全部、はい、まあ、直接当たらなければいいんですけど、普通波で垂れてるじゃないですか。涙ですね。私ちょっと記憶ないけど、すぐそういうこと言うから、日本人はすぐ嘘つくけど、すぐそうやって嘘つくけど、いやいやいやなんでやったんだ。とりあえずふきゃ。普通の塗装だったらここまで優勝しなくていいんですけど、うんうんうん、もっと細かいところまで。ああそういうことか。もう絶対的に拭くもんで、これ軒天まで全部優勝しちゃうんだ、はい、まあローラー転がしたのとわけが違うもんね。そうですね、これもうちょっと一部拭いてあるんだよ。いや一回拭いたんですよ。一回拭いてちょっと柄が僕気に食わなかったんで、うん、やり直し、やり直しそうと思って、こっちの柄とこっちの柄でやっぱ範囲が狭いの、うん、その自分の目で見てる量と広い服を拭いたら違うんですよ、感覚が。あ、難しいんだ。やっぱり手が変わったり、拭き方によって違うんだ。同じ材料で、同じ材料で。これはもう拭いてあるよね、はい、でこっちとこっちを合わしたいから、だけどつなぎでやってこなかったもんで、はい、結局柄が変わっちゃったんだ。柄が変わることがあるんで、やっぱそうちょっとの柄の違いでもやっぱり足場がなくなっちゃったら見えちゃうんで、気になるもんね。気になるっすね。僕がお客さんだったら絶対クレーム入れるよ、ね、うん、俺電子君にクレームいつも言ってるけど。あれ、久々登場、誰だお前。ミシュランです。あ、ミシュラン、懐かしいね。仕事ある程度できるようになった？いや、まだできないです。何ヶ月だ今？5ヶ月ぐらいですね。5ヶ月だったらまだできるって言ったらもうやめてった方がいいんちゃう？結構大変だよね、こうやって雨だけで。で、降るか降らんかもわからんでね、これ、ね、天気予報っていうものだけをまあ頼りに、まあ、だけそういうことだよね。これまた社長塗っちゃうってやつですよ、これ。そう、正規格。殺しあげる。専用のスプーンなんですか？いや、これ自分で作りました。すげえ。これ自分で作ったの？そうっすね。すごいじゃん。手で持っとらんといかんのっすよ。なんでこれおしっこみたいな感じでドロロって出ちゃうんで。ほんとだ、ほんとだ。じゃあ拭けますよ。お願いします。もうちょっと結構時間過ぎちゃったもんね。ちょっと早めにやってくれる？でまず入りづらいとこ狙って、うん、いきます。こういう下から拭いて、こういう感じに、ここが入りづらいですよね。 で上も拭きたいんですけど、うん、材料が多いんで、うん、そのこうやってちょっと傾けないといけないんですよ、ガンを。で多い時はこぼれちゃうんで、うん、ある程度使うのを横に向けたいもんで、そうです、見越してから拭きましょう。そういうことね。この上が難しいね。そうですね。でまずはあんまり欲張らない、うん、で角とかも最初攻めてあげて、これハイランドですね。はい、で次縦に拭くよ、はい、縦に拭くよ。縦にね、こうやって、あ、技サイズや。縦に拭く。縦に拭いたら、これは縦の線いっぱい、縦の線いっぱいダメ、うん、次横に適当に拭く、うんうん、適当大事、うん、適当が一番大事。いい加減が大事。これいいこと言う。なんでいい加減なの？いい加減はいい加減じゃない、いい加減は。何塗装屋に向いてんだね、いい加減。
それはちょっとあの放送事故なんで、ね、いつもね三脚持ってきてきて、あー買いましたって言って3日ぐらい経ってあれどうしたって、あー買いましたー、あーバカバカ中国人のすぐ悪いとこだろ中国人の悪いとこすぐ出ちゃおう、もう絶対整理取れない、バカバカ、でも私悪いじゃんそれはいいじゃない、いいよ、いい感じ、取れてないなんて言った、みたいな感じやね最低だなこいつな、まあまあちょっと吹くよ仕事に戻るからね、みんな聞いて、ちょっと聞いて、今縦吹いたから次、ああ次横に、あーやっぱ違うな、おーやっぱ違うね、こういう感じ、あそうかそうか、で量を増やすと、はい、この柄がさっき言っとったように、そういっぱいになっちゃうの、また縦に縦が行って、はい、こんな感じ、ちなみにこの壁にもうこれ塗っとんでしょ、そうですね、下塗りの、この塗料だけだと柄しかないから、この色ないとつけますよ、でもこれ透明じゃないじゃん、別に色ついとるじゃん、これこれベースなんで、あとこれは UV です、 UV、 UV、 すいません UV、 すいません、発音が発音がネイティブ UV、 この下塗り剤が紫外線に強いんですよ、うん、でこれって吹いても厚みがつかないんで、うん、結局は、うん、もうシャビシャビじゃないですか、うん、この 石だけ飛ばしてるような感覚なんで、でも塗膜の膜圧がつかないんですよ、うん、塗料の厚みが、ああそういうことか、そうです、なんで下塗りでちゃんとローラーで厚みつけたのを入れてから、ああもうちゃんと家を守っといてからの、そうです、化粧をしてあげるみたいな、そうです、で絶対このオーバーしないように、オーバーしない、はい、前の吹いたところにあんまり被らないように、オーバー、オーバー。まあ今吹いたところに重なっちゃうと、その柄の上にもう一回柄乗っちゃうんで、そこだけ柄が多くなっちゃうんですよ。ああ。こういう感じですね。そういう感じじゃない？はい。しつこいと思うでさ、とりあえず終わるまであのちょっと見てて。早くしてみると思います。もうそういう時に俺無駄なこと喋りたくないで、とりあえず下で待機して、タバコでも吸っとくわ。ええー。誰もツッコミいないよ、スタート これ全部カットされてるかもしれないこの音すけ、お兄さんこの音すけ、すけべこの音すけ、すけべな。麻雀って何やるんですか？麻雀って何やるんですか？麻雀は賭博麻雀だね。賭博麻雀ですか？どういったことをやるんですか？ロンとかするとお金もらえるから。ロンって何ですか？ロンはの上がるよってこと。上がるんですか？何に対して上がるってことですか？ゲーム。ゲームですか？ゲームが上がるよ、はい、どういうゲームなんですかそれっていうのは。麻雀。麻雀ってどういうゲームになるんですか？ローンとかする。ローンだけだと分からないですけど、ローンって何ですか？ローンってあの上がる、上がるってゲーム、上がるってどういうことですか？上がるはあのゲームがちょっといい、ちょっとお前いい、ちょっと口出す。なんですぐそう言う日本人。なんですぐ日本人そう言う。今私ガン持ってるから普通できるよ、これほらできるよ、いつでもできるよ、準備満タンよ。でもすごいっすね、筋トレしてるマジで。え何聞こえエンジンで。もう筋トレっすね、結構筋トレっすよね。えっ何何なんて言った今。もう大丈夫、すぐ悪口言うのやめて。大丈夫だからやってくださいはい、わかりました、頑張ります。俺も似てるような感じだからさ、お父さんとお母さんにね、謝るしかないもんね。そうだったらお前死ぬたいのかお前死ぬたいのか、まあ、これは終わったけど、はい、これ吹いてまだ乾かないといけないから、はい、ムラがあるように見えるけど、そう、乾きムラっていうのがあるから、はい、行きましょう、締めよう。社長さん、
クラウンないよ。クラウンがないよ。ね、あクラウンないよ。クラウン。クラウンどこいた？俺のカバン。俺のカバン置いてからだろ。お財布お金全部入ってる。じゃ横着すぎるでしょ。なんか車の自分の荷物だけポイって。じゃ他人の荷物だけ。俺のやつこれ。書いてたっすね。おいか。閉めとろうか。うん閉めよう。閉めようと。はい、はい、じゃあチャンネル登録いいでお願いします。シャス。はい、また見てねー。また見てねー。